大北川。大北川は、茨城県北部を流れ太平洋へ注ぐ川。茨城県内では、最大の二級河川と同時に、多賀山地の東を流れる川としては、茨城県内で最大。主な支流に木更川、花園川。長さは 22.17km、流路延長は 31km。茨城県の高萩市と日立大田市の境付近。 旧里見村の参個室山、標高870.6メートルに源を発し、高山地、阿武熊高地を、ほぼ東へ流れ、北茨城市磯原町磯原付近で、太平洋に注ぐ。古くは、水戸藩の支配地域の中で最も北を流れる川で、あった。大北川という川の名前もこれに由来するとされている。水源になっている、高山地は、 茨城県では最も雨が強く降る地域である。それによる地形崩壊も起き、下流の北茨城市では水害が繰り返されてきた。1986年には旧磯原町に大きな水害を引き起こしており、1990、平成2年度までかけて対策、河川激人災害対策特別緊急事業が行われた。高萩市の山間地では、 大北渓谷と呼ばれる深い谷を形成しており、その地形を利用して、明治時代から発電が行われている。流域の水沼ダムは、茨城県としては、初の多目的ダムとして1966、昭和41年月に完成した。高萩市北西部の植木見田、下、木見田、横川の消防地の水を集め、投流して、北茨城市磯原町磯原で、 太平洋に注ぐ。本節では便宜上、源流から小山ダムまでを上流域、石岡第二発電所までを中流域、それ以降を下流域として解説する。大北川は三個室山、標高870.6メートルを水源としている。多賀山地では分水嶺が西変しており、三個室山も分水嶺になっている。南東側は里川、 九時川支流、北東側は大北側の源流域になっている。西側は九時川支流の小田川や片海側の源流域になっている。源流付近は、日立大田市里見地区、旧里見村にあたる。大北川は、この里見地区では北東へ流れるが、その後山地に入って、狭い谷を作りながら、南東、南西、南とたびたび向きを転じる。 高萩市城君田地区、下君田地区、横川地区、いずれも旧高郡高岡村、現高萩市では、大北川やその支流の周りに狭い谷底平野が、開け、小さな盆地状になっている。上君田、下、君田、横川などの村は、この小盆地に集落が形成されたものである。中でも、支流の宿川の上流では、 宿川の支線が集まる旧高岡村の平野部を植え、君田盆地と呼ぶこともある。盆地の周りの山間地には、高原上の関係者地が多く、半世時代には、馬の牧場、王の巻として利用されていた。この牧場は、明治初期に廃され、現在は、山間地の各所に、畜産団地が作られ、乳牛飼育や日立牛の生産が行われている。 横川地区の上流側には2006年、平成18年3月に完成した小山ダム、小山湖がある。小山ダムは治水対策を主眼に都市用水の確保や観光利用も考慮した多目的ダムで1983年度、昭和58年度から事業が進められてきた。包み高65メートル、堤町長462メートル、 総貯水容量日1660万立方メートルの規模で2017年現在、茨城県内で最大のダムである。観光用途としては、例年秋に小山ダム祭り、マラソン大会が行われ、地域活性化を担う存在として位置づけられている。横川地区の小山ダムより、下流は大北川の中流とみなされている。特に下流の関平地区までは、 大北渓谷と呼ばれる深く狭い峡谷になっている。この谷は周囲の山の隆起によって河川侵食が起きて V 時刻となったもので長さは約4トルに及ぶ。大北渓谷は継承地として知られ花園花抜き県立自然公園の一角を成している。春から夏は清流でのレジャー、秋には紅葉目当ての観光客が集まる。また、 渓谷内にある祈願は杉江市不動村として祀られている。大北渓谷は水量が豊富であり、流路式水力発電所が設けられている。大北渓谷の上流側には横川発電所、大北渓谷の途中に石岡第一発電所、渓谷の出口に石岡第二発電所がある。大北渓谷を抜けると、寒平地区から下流は、 中石平野を蛇行するようになり、砂岩から木更川、花園川が合流する。川口近くで、大北川は、海岸の砂州に行く手を阻まれ、1キロメートル余りに渡って北へ流れるのが特徴的である。この湾曲部によって排水が滞り、大北川下流域での水害の要因になってきた。この湾曲部の北端に河口があり、その左岸に、天脾山という岩山がある。 その山状にはかつて中国、道教の神である天肥の心臓が祀られていた。これは17世紀後半に清から日本へと来した仏僧東ずまさつき信がもたらしたもので、元禄三年1690年に徳川光国が海上交通の守護神として祀ったものである。この社は天肥神を祀るものとしては、 当時の日本を代表する存在として知られていたと、されており、新編日立国史や、国学者、小山田智雄、高田智雄の、松屋筆記に言及がある。しかし、高下元年、1844年に、水戸藩九代藩主、徳川成明の命により、異国の神であるとの理由で廃され、祭人も音立花姫に置き換えられた。また、 この岩山の突端部の磯には、花園川の上流に祀られる、花園神社の神域とされる、亀松マ磯がある。ここは、花園神社の神体であるアワビが、磯でする地とされており、7年に一度、花園神社の神事が行われる。花園川は、花園山を源とし、北茨城市を横断する。 延長1 7 7トル、流域面積62平方キロメートル。上流に張る花園渓谷や花園神社は観光地となっている。中流には工業、農業、飲料用水のために多目的ダムの水沼ダムが建設され、水力発電所も設けられている。下流の北岸の丘陵地帯に磯原工業団地。詳細は花園川参照。 木更川は、高萩市と北茨城市の市境海近くに発し、半蔵川、見岸川、西明寺川などを合わせて大北川の左岸に合流する。中流や下流部の大北川との合流点付近には、中石地が形成されており、中世から水田が開けていた。見岸川と西明寺川に挟まれた峰の突端には、菅又城跡があり、鎌倉時代に、 当地の児童を務めた大塚氏の居城だったと伝わる。平安時代の永翔年間、1046から1053年の築城とする伝承もあるが、信頼性に欠く。確実な資料を伴うのは、南北長期のもので、ここを拠点とする大塚院生が、日田吉貞に従って鎌倉攻めに参加したとある。その後、大塚院生は南朝に組みして廃止し、 北朝方の佐竹定義は実定に大塚市の名跡を継がせたとされている。江戸時代には流域で石炭の採掘が始まった。はじめは農民が焚木代わりに自家消費する程度だったが、江戸時代後期になると商業採掘が行われるようになった。当時は塩田で塩を煮詰めるための燃料として用いられていたが、明治時代になると製鉄や 蒸気船の燃料としての需要が飛躍的に伸び、一帯は常磐丹田として炭鉱が営まれるようになった。この付近は特に常磐南部丹田と呼ばれた。王子には木更川沿いにも従内炭鉱の石炭輸送用の鉄道が敷かれ、特に右岸の山麓には炭鉱労働者の集落ができて商店街も発展した。従内、石岡、河川の各炭鉱が 廃校になったことで下流の水質が改善した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。